水オネは木星の第29衛星である。2001年12月11日にスコット・ S ・シェパードが率いるハワイ大学の観測チームによって発見され S-2001J2 という仮符号が与えられた。観測にはカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡とハワイ大学の望遠鏡が用いられた。発見は他の10個の木星の新しい衛星の発見と 合わせて2002年5月15日に、小惑星センターのサーキュラーで公表された。その後2003年8月8日に、ギリシア神話のゼウスとの間に、ディオニュソスを生んだセメレーの別名、ディオーネーにちなんで命名され、ジュピターエクシックスという確定番号が与えられた。水オーの見かけの等級は22.3であり、アルベド0.04と仮定した場合、水オーの直径は、 およそ4キロメートルと推定される。また、密度を2 6グラム毎立方センチメートルと仮定した場合、質量はおよそ9 0 1 3ラムと推定される。水温値は、木星から1930万キロメートルと2270万キロメートルの間の距離を逆光軌道で公転し、軌道傾斜角が150度前後の不規則衛星のグループである。 アナンケ軍に属している。ありがとうございます。